諦め論理聞いてください。ぜひ今みたいに笑っていただきたいですね。深刻な歌詞ではないんですね。聞いてください。諦めるのも男じゃないか。諦めることの何があるのか。気づいた時には遅いよって笑っていてやろう。毎晩明日はこうしよう、何をすれば喜ぶだろうかと妄想で恋愛シミュレーションを数をこなしてきたけれど、ましてや現実にも3回の告白で気持ち伝えたけど、君はぼんやり空を眺めて全くもってスルーしてくれますよね。いざ会ってみると、いや実はちょっとあなたに気がありますよ、あなたにちょっとほの字なんですけど、なんて仕草をするもんだから、舞い上がって舞い上がって今すぐ花火を打ち上げてお祭りだとか言いながら勘違いしちゃう僕ができるのです。結局は君の暇つぶしの相手が幸か不幸か僕だったわけで、僕の切ない思いとは裏腹に自由を楽しむ君がいるのです。振り向いてくれない君の姿が心の中から消えた時、なんだか羽が生えたかのように軽くなった気がしたんです。最後なんて自分自身で決めるものであって、先ほどにも述べましたように、諦めた時点でラストシナリオが完成します。ハッピーエンドかバッドエンドかは、たとえこの恋が成就しようと成就しなかろうと、二人の行く末が鍵でありまして、希望に満ち溢れた願望が大きければ大きいほど、打ちのめされた時のショックは今までの人生を否定したくなるほど大きい。結局は君の心の穴埋め、隙間に吹き込むから風、僕の切ない思いとは裏腹に、傷口舐めてる僕がいるのです。しました、諦めるのも得じゃないか。諦めることの何が悪いのか。気づいた時には遅いよって笑っていてやろう。